皆さん、こんにちは。広報コンサルタントの石川恵子です。メディアトレーニング座談会。今日も元気に進めていきたいと思います。はい。はい、よろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。今日は3人で行います。はい。スマートアクトディレクターの高松かな子さん。はい。よろしくお願いいたします。そして自己演出トレーナーの、プロデューサーだ。トレーナーじゃなかったね。ごめんね。いいえ。近づ子さんです。はい。よろしくお願いします。でまあ、いつものように私がちょっと戦略的な立場から、そして高橋さんはまあジェスチャーですとか動き、そして山口さんはまあ感情ですとか声とか、そういったところから解説をしていきたいと思います。で今日のテーマは、岸田総理の国会での国葬、安倍元総理の国葬の説明について解説いたします。はい、どうだったのかということですね。はい、はいまあね、だいぶね、騒がれてますからね。はい。はい、もうね、結構ね、長い答弁でしたけどね、これもね。うんうんうん、国会での上は衆議院と参議院とも両方合わせて3時間なんですが、まあ、多くの方は最初の衆議院だけ見ていると思います。はい、でこれまでの流れをざっと説明しておくと、まあ、皆さんご存知ではあるんですが、最初、安倍元総理が銃撃された時には、かなり世論としては、まあ男性が多かったってわけじゃなくて、当時からちょっと、まあ、半分でしたよね。これ、NHK の世論調査で評価するが、半分 49% です。評価しないが 38%。そして今回、9月8日説明した後に、同じく世論調査をすると、評価しないが 57% ということで、まあ、逆転してしまったと。はい、これはまあ、徐々にっていうのはあるんですが、まあ、この、国会での説明で、まあ、二分している状況から、少しでも世論、国民に対して、きちんと説明することによって、まあ、世論を逆転させたいという思いがあったんですが、果たしてそれができたのかどうかということで、まあ、結果からすると、まあ、失敗したということになりますが、じゃあどこがどうだったのかということを、まあ、表現の部分から今日は皆さんとトークしたいと思います。はい。はい。そしてですね。ちょっと当日の様子ですけれども、皆さんご覧になりました？リアルタイムで、はい、それともリアルでは見れなかったので、YouTube で、はいはい、拝見しました。はい、で全体の流れとしては、まず岸田総理が最初に冒頭、なぜ国葬なのかということを、まあ、4つの理由を挙げていました。まあ、実績があった、最長の期間であったということと、はい、総理大臣として戦後最長であるということ、そして実績があるということ、まあ、内外での、実績があると、まあ、東日本大震災からの復興と経済再生ということで、非常に実績があったということ、そして、国内外か、国内はどうかな、国際的に非常に弔問が、哀悼のメッセージが非常に多かったということ。はい、ライトアップもされて、まあ、非常に驚くほど、まあ、世界の人たちが悲しんだということ、そして選挙期間中の非業の死であるということ、まあ、この主に4つの視点で、この4つの理由を挙げて説明しましたが、まあ、この冒頭は聞きましたよね、皆さんね。まあ、2分間だったので、私ちょっとびっくりして、はい、そんな短かったみたいな。うんうん、なんか短くてあっさりしてて、読み上げただけだったんですけど、これ、はい、私いきなりびっくりしたっていうことです。どうでした？確かにちょっと、ね、短すぎ、もう終わりみたいな感じで終わっちゃいましたよね。しかもその今石川さんもおっしゃってますけど、ただ読んだだけなんで、うん、はい、中身は伝えようと、まあ、したんでしょうけど、言いたいことは伝わってないですよね、気持ちとしてはね。うんうん、それがだから余計にあっさり。2分でもあっさりって感じたのは、もしかしたらなんかその感情とかによっては2分でもしっかり伝わったんじゃないかなって。そうですね。読んでるだけだったから余計にそう感じたのかもしれないですね。はい、うん、思いました。いや、まさかこんなことになるとは思わなくて、いや、ご本人としてはこれ国葬、すごく大きな決断であり、それに対して世論が割れてしまってるわけだから、うん、ある意味危機的な状況なわけですよ。となると、もう、岸田さんにとってはもう正念場なので、私はスピーチライターを総動員して、もう練り上げて、うん、もうそれこそもうスピーチ訓練をして、もう情熱を込めて語ると思ってたんですよ。で、名演説をね、
期待してたんです。あ、期待値高かったんですね。じゃあね。山口さんとか、山口さんと高松さんは どうだったんですか。もうそんな期待はしてなかった、もともと。いや、期待っていうよりも、どういう説明するのかなっていうのは、ちょっと、まあ、期待って言っていいのかどうかわからないけれども、ちょっと楽しみにしてはいたんですけれども。そうそう、楽しみだったでしょ。そうそう、楽しみ。そうそう、楽しみにしてたんだけども、本当に、おっしゃる通り、もうすごいあっさりで、なんか、本当にって感じで終わっちゃったので、うん、でしかもツッコミどころ満載な状態で終わってるので、いやこれはちょっとないだろうなって、うん、そうか、私全然期待してなかったので、うん、ある意味想定内っていう面白いですね、三人三様で、うん、あ、そうだから、どういう状況で聞くかによってでもうがっくり具合が違うから、私相当がっくりしたって言います、ね、それはそうだと思います。がっくりしちゃったから怒りが半端じゃないんですよ。そうですよね、傷つきますよね、本当にね。そうでもだってあれだけ、ね、自分から説明させてくださいみたいなこと言ってたから、もっときちんと自分の言葉とか自分の思いみたいなものをしっかり伝えてくるのかなって思ってたら、もうなんかいつもの通りの岸田さんで変わらないよ、何の変わりもなくなんかもうって本当に期待外れもいいところで、そうですね、あれじゃあれだけ突っ込まれてもしょうがないなって思いましたよね。せめて原稿読まないでって。そうなんです、だから言わされてる感が満載で、本当にやりたいと思ってるって思わせちゃうんです。そうですね、なんかね、一言でいいから顔を上げてね、自分はが決めたことなのでついてきてくださいぐらいのことを言ったっていいのになって、うんうん、あと、もし読み上げるんであればですね、読み上げてもいいと思うんだけど、うん、だったらとうとうと読み上げるというか、いや、ね、これって読まないと覚えてられないよねって、いや2分ぐらいだったら覚えてられるけど例えば10分ぐらい、あ、安倍さんの功績をそうですね、あっと言うと、もう言い切れないぐらい上げると、うん、あるいは国外からのメッセージ、各国からのメッセージ、いろんなメッセージが来て、こんなメッセージが来て、あんなメッセージが来て、もうここで皆さんに伝えられないくらいこんなに言葉があったんですよということを読み上げてくれれば、その間に、まあ、10分間の間に、あ、そんなにいろんなメッセージがあって、あ、そういえば安倍さん、まあ、こんなことも確かにあったよね、8年間。功績問題だけじゃなくて、まあ、功績も確かにあったよみたいなことをね、思い出すとか、あとはたった数秒、あれ、結局2秒とか3秒ぐらいの間に亡くなっちゃってるわけで、うん、これって無念じゃないですか。もうあまりにも悲しいと、うん。数秒で亡くなるってどういうことなのかなって、私も本当に、うん、考えてしまうことも多いので、そのたった数秒で命が奪われてしまうことの、まあ、非常さっていうのかしらね、暴力への怒りっていうのかしら、うんうん、これをとうとうと語って、まあ、10分間ね、覚えてられないからであればまた違ったのかなと、うん、そうですね、まあ、ちょっともう正直最初のうちは、まあ、国葬にそんなに反対って方が少なかったのは同情、まあ、情が勝ってたわけですよね。統一教会もまだ表出てなかったからね。そうそうそう、統一教会はね、でも統一教会の会見をやったのはね、早いですよ。7月の、重大に倒れ7日とか8日でしょ、3日後、翌週の土曜日にはやってるから、はい、記者会見、国葬にするという記者会見をやる前に統一教会の話は、まあ、出てはいましたよね。うん、人でも出てたし、会見もしてたので、まあ、今報道騒がれると、議員との関係はそうではないけど、安倍さんのメッセージはもうすでにネット上にざーっと流れていました。うんうん、全然なかったってわけじゃない。うん、けど、まあ、どちしろ情でこうね、みんながわーってなったんだったら、もう一回、そこの今回の会見で情でもう一回上げることは可能だったわけですよね。うんうんうん、ここ無念だったよねっていう思いで。そうです、そうです。なんですけど、それもなく、いつもの淡々とした読み方なので、何にも心に引っかからないんですよね。うんうん、しかも反対の、要は反対意見を
を述べる方たちってやっぱりその負の部分を言うじゃないですか、どうしても。そうですね。でそこばっかりがなんか逆に目立っちゃってたのがすごくなんかあのこの世論の結果につながってるんじゃないのかなって、すごく思います。熱いものに対して熱いもので返してないので、そうそうそうなんです。そうですね、勢いにちょっと負けて、いつも通りの受け身っていうのもあるし、まあ、あと、まあ、ただ与党の質問もね、私いまいちだなと思っていて、まあ、泉さん最初の部分は、立憲民主党の、ね、泉さん、はい、最初の部分はいいんだけど、まあ、むしろどうして決定したのかっていう、まあ、内閣法制、内閣設置法を根拠にしてると言った後に、まあ、ほとんど統一教会の話に行っちゃったんですよ。だから、いや、そうじゃなくて、そこじゃなくて、どういうプロセスで決定したのか、この判断するまでにどんな議論があったのかっていうのを、もっと突っ込んで質問をするべきだったんだけど、割とね、短く終わっちゃったから、国民が知りたいのはそのプロセスのはずだから、うんうん、教育の方ばっかり引っ張られちゃ、引っ張られてっていうかね、戦略的にやったのかもしれないんだけども、まあ、あの質問の仕方が私は良くなかったなと、本当に国民が知りたいと思ってるところではなくて、センセーショナルなところに行っちゃったのが、そしては良くなかったなとは思います。うんうん、そうですね。なんかでも泉さんのその話し方であったり、そのこう聞く感じっていうのはすごく勢いが感じられて、そうですね。こう良かったら内容がね、良ければ本当に惜しいなってところではありましたね。泉さんの話し方はね、すごくね、こう耳に入ってきやすくって、でしかもちゃんと感情も乗っかっていた、まあ、乗っかっていて、まあ、言ってること内容は別にしてね、すごくその答弁としてはすごく。悪くないっていうか、伝わるものはね、あるんですよ、だからそれもそれをあの対比もあってね、なんかそっちの方に引っ張られちゃうっていうかね、確かになんか、あの正義に見えちゃう。そう、岸田さんがもっと熱ければ岸田さんの方にももう少し感情移入できると思うんだけれども、なんかそれの対比があまりも岸田さんがなんか担当しすぎてて、厚さがないなかったので、全部その反対意見の方に引っ張られてなんか行ってしまったみたいな、そんななんか、見え方がしましたね、私としては。そう、それであのその次あの維新の党があのもっと厚く語ってくれと言ってる、なんか岸田さんテンション低いしって遠藤議員の方が熱くて、いや国葬賛成ですよって言ってるんだから、いや、乗っかった方がいいじゃないですかね、乗っかった方が勝ちでしょそこね、助け舟出してるのに、おんぶするよって言ってるのにおんぶに乗らない感じですよね。あのそうそう、遠藤さんのと勢いにと同じレベルの感情を出せばいいのに、なんか低くなるっていう。もうなんかもうやった方がっかりですよね、せっかく助けてあげようとして手出してるのに、なんかバックアップがなんか空回りしてるみたいな感じに見えちゃってね、ちょっと、ね、本当にやりたいっていうのがそういうところで端々から出てきちゃうんですよね、いや自分では思ってないじゃないのっていうふうにうがった見方ができてしまうのは、そういうところもあるかもしれない。だからやらされてる感満載になっちゃうんですよね、はい、そう、まあ、リーダーはや本当に実は自分がやりたくなくてもやることになってしまったとしてもよ、そうそう、結果としても、しても以上は旗を持たないといけない、そう、ついてきてくれって、でもなんかいつも旗持ってないんですよね、なんとなく旗持ってますかっていう感じがすごくする。あの去年の総裁選の時、立候補の立候補表明の時の岸田さんは良かったんだけど、そうですね、良かったんだけど、だん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 熱が下がってきちゃったような感じはしますから、なんかね、前の総理もそうでしたけど、なんかどん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 意気消沈していっちゃうんですね、この国は。そうね、なった後にどんどん追い詰められてしまうっていうか、それは感じますね。なんとかなんないもんかしらって思いますけどね。今更やらないってわけにいかないからやるんだろうけれども、初めてあの気持ちを上げるっていうことも必要だろうし、あとはね、もう一つ一発大逆転が期待できるのは分かんないですよ、これは。はい、もしかしたら、やったらやったでたくさん来賓が来るから、
来賓が来るから、そこで盛り上がってよかったというふうに国民が言ってくれるかもしれないなっていうね、まあ、ゼロではないですね。まあね、あのオリンピックもそうだから、まあ、あれはね金メダル取るっていうのがあるけど、はい、たくさん来てやってみたらまあまあよかったみたいなね、ということで、まあ、たくさんお金を落としてくれたよねとか、うん、お金を落としてくださったらいいなって。そうですね、だいぶちょっとね、ここと、あと今ちょっと日本もまずい状態なので、外交をね、ちょっとうまい具合に回してくれたら、まあ、それも一つの、まあね、功績ですね。そう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 。意味上げ。まあ、そうは言っても、あの皆さん来てくれて、外交もうまくいって、まあ、よしよしとなってくれればいいかなと思います。チャンスあるかなってね、弔問外交で。成功して、うんうん、よく外交で成果を上げるってことができれば、うん、またそう分かるかな、うん、ちょっと元気になりますかね。なってほしい。ね、もう本当まずいですよ今の日本は本当に。まあ元気がない、国全体で元気がない部分、やっぱり総理にもう少し元気よく、ね、私パフォーマンスでもいいから、はい、そうそうそう頑張ってほしいです ね。せっかくなったんだから。言葉に攻めて勢いをですよね。はい、そうです。気持ちが乗らないとダメです。もうちょっとだから表現力ってことを考えて、いろんなことを、ね、人前に出て喋る方なので、ちょっとこうね、あの焚きつけた方がいいですよ ね。伝わる方法をちゃんと、なんかもっと周りの人がアドバイスするとかね、してほしいなと思いますね、うんはい、なんかね、メガネはしょっちゅう変えてるらしいけど。そうそうそう、なんか言って見ましたよ記事。メガネや表現もいい、メガネ。そこよりまずあのもうちょっと違うところに力を。メガネじゃない。言いたい。はい、ぜひ。はい、以上で、まあ、今日は岸田総理の国会での国葬の説明について取り上げました。はい、チャンネル登録お願いします。私たちもこれからまず、ね、取り上げていきたいと思いますので、岸田さん頑張ってくださいね。はい、最後は応援したいと思います。はい、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。